ドルフィンウェーブ。ともちんの突撃霧島取材。インタビュアーの超人気アイドル、キュートでヤングなくくりともちんだよ。カメラなんて回ってないだろ。今日はトークのネタ集めのインタビューだ。でもともちんはアイドルなんだし、マシオちゃんがカメラ回せばよくない？なんで三流アイドルの活動にうちが付き合わなきゃいけないんだよ。はあ、騒がせて悪いな、コーチ。同じく取材できた村早マシオだ。よろしくな。お、聞いてくれてるのか。嬉しいな。じゃあ早速ジェットバトルについて取材していこうかな。コーチは霧島を短期間で立て直したんだよな。そんなすごいコーチになるきっかけは何だったのかな。ここに至るまでの苦労も聞いてみたいな。あとあと、どうしてチームは立ち直ったのか、これは外せないよね。いっぺんに聞きすぎか。これじゃあコーチだって答えづらいよな。霧島のコーチなら大丈夫でしょう。じゃあ最初から順番に答えてもらいましょう。ともちん感動しちゃうよ。みんなの力を合わせたんだね。そうだ、うちらもコーチに指導してもらえばもっとジェットバトルへの理解が深まるんじゃないか。ひむか重工と提携してチームを組んだのはいいんだが、やっぱり見るのとやるのじゃ全然違うんだよな。え、ともちんが？今日はやめとこうかな。今日はって、霧島のコーチに次いつ教えてもらえるかなんてわからないだろ。霧島のコーチに教えてもらえるなんてそうそうないもんな。いや、どうかな。ともちんたち練習着持ってないしな。それは霧島に借りればいいだろ。多分予備があるはずだし。いや、急に言われてもできないっていうか。とも、もしかしてマシンに乗るの嫌なのか。そんなわけないよ。チームとして参加することは決まってるんだし。じゃあ問題ないだろ。何事も挑戦って言うじゃないか。でもな。そういえばジェットバトルの参加が決まった時もいまいち乗り気じゃなかった気がするな。もしかして何か隠してるんじゃないか。誰がオンチだ。ともちんは美声だが。なんだ、いつもの威勢はどうした。ラジオでも実況でも相当詳しく解説してるだろう。しかもあれだけ偉そうな感じなんだし、できないなんてことないよな。うえ、だんだん逃げ道を塞がれてる気がする。ったく、もう分かったっての。やってみりゃいいんだろ。おい、キャラが崩れてるぞ。そんなことないよ。いつもの可愛いともちんだよ。射撃訓練くらいならやってあげてもいいよ。やっちゃおうか。やっちゃおうか。ひとまずこんな感じだけど、なんか直すところある？
すごいな、ほとんどの的に当たったんじゃないか。初心者に決まってるじゃん。ともちんは17歳のアイドルなんだよ。偶然当たったようには見えないな。完全に慣れてるって感じだ。実況者を騙せると思うなよ。とも、やっぱりジェットバトルの経験あるだろう。どうかな。そうだ、アイドルの仕事が入ってたんだった。まったね。仕事なんて入ってるわけないだろ。あれは完全に逃げたな。なんなんだ一体。なんだかバタバタしてて悪いな、コーチ。友のことは放っておいてもいいんだけど、あの態度はかなり気になるよな。あいつがラジオと実況以外の仕事してるとこ、うちは見たことないし、絶対嘘だ。あの様子だと、そのまま自宅に帰ってるはず。よし、うやむやにされるのも気持ち悪いし、本当のことを聞きに行こう。これからチームとしてやっていくからには、隠し事はない方がいいに決まってるしな。コーチも気になるだろう。未来のライバルの視察だと思って一緒に来なよ。そういえば、うちのことも話してなかったな。うちがジェットバトルをやるのは、ズバリ知名度を上げるためだ。ジェットバトルは始めるけど、あくまで本業はラジオ DJ だからな。自分で経験すれば競技にも詳しくなるし、番組がもっと充実すると思ったんだ。何よりマシンを乗りこなすラジオ DJ ってのもかっこいいだろ。うちにジェットバトルの経験はない。だけどマシンは自分のも持ってるし、結構わだつみのビーチで走らせたこともあるんだ。マリンスポーツはいろいろやってるからな。まあ趣味の範囲だけど。だからコーチに教わるとしても、そんなに苦労させないと思うぞ。友のこと説得できたら、今度こそコーチングしてくれよな。やっぱり強豪チームのコーチングは体験してみたいからさ。よろしく頼むよ。よし、着いたぞ。ここが友の家だ。早速。確かあいつって、やっぱタマ。急に家に押しかけるのはまずいな。今日のところは帰って。こうなったら仕方がないか。